SM、 エロイブ SM、 俺は求め訴えたり、悪魔よ我が声に応え、その姿を現世に表せ、そして我と血の契約を。エロイブ SM、 エロイブ SM、焦るなよ。どんな奴が現れようと、舐められたらこっちの負けだ。俺の偉大な野望のためには絶対に。あれ？あれ？何にも出てこないじゃん。あれ？あれ？ここは俺の家だよ。汚くて悪かったな。何なんだよあんた。なんだとはご挨拶だな。わざわざ来てやったのに。わざわざ来たって、じゃああんたが悪魔なの？そうだよ、一目見りゃわかんだろ。わかんないよ。どっから見たってずうずうしい姉ちゃんが飯をたかりに来たみたいじゃないか。悪魔ならもっとそれらしくさ、魔法とか使えよ、パーッと。ダメダメ、あたい魔法って苦手でさ。あ、ダメダメ、全然ダメ。あ、なんだよその目は。お前もう帰っていいよ。なんで？魔法が苦手な悪魔なんかに用はないの。俺の願い事はとてつもなくスケールがでかいんだから。そっか、いい歳してアニメ雑誌買うのが恥ずかしいから代わりに買ってくれって言うんだろ。特にレジが若い女の子だとさ、ね、ちょっと買いづらくて。違う、お前ツッコミうまいよ、一緒にデビューしよう。何にデビューすんだよ、何に。とにかく用はないから帰れよ。まあまあまあそう言うなって、せっかく遠い魔界から来たんだからさ、話くらいは聞かせないよ。なんだよ冷てえな。あたしとお前の仲なの？いつからどんな仲になったんだよ。あの夜の過ち責任取ってね。どうもすいません。おい、もう分かったよ。とりあえず呼んじゃったんだから、とりあえず話してやるけど。そうこなくちゃ。で、何？お前の言うスケールのでかい願いっていうのは。聞いて驚くな。俺はな、世界を、そう、世界をこの手に収めたいのさ。歴史上全ての王が夢見、そして果たせなかった壮大なる野望、それをこの山中一郎様が達成してやるんだ。そのためならば、たとえ悪魔にこの魂売り渡そうとも。どうしようかな、しようかな。何このパンツ、それいつのよ。あ、お前何やってんだよ。いや、塩辛ないかと思ってさ、好物なんだ。悪魔が塩辛食うなよ。しかも俺が誰にも明かしたことのない野望を話してる時に。バカバカしくって。なんだと？そんなアホらしい願いじゃな、こっちとしても契約できねえよな。アホらしい、アホらしいだと？ま、諦めろよ。代わりにいいテレクラ紹介してやるからさ。世界征服とテレクラを一緒にすんな。テレクラにだって制服の娘はいっぱいいるじゃん。その制服じゃねえ。ああ、もうやっぱりとっとと帰れ。ひどい、前はあんなに優しくしてくれたのに、新しい女ができたのね。そうだ、君とはもう終わったんだ。何やらすんだよ。やっぱやっぱやっぱ、ツッコミうまいよ。なんで現役でデビューしようか。デビューなんかしねえってば。だからさっさと消え失せろって言ってんのが。待てよ、母本で読んだことがあるぞ。
悪魔は一度呼び出されるとその相手との契約を果たさない限り魔界へは帰れない。ギクそうか、それで実行するのが簡単な契約にすり替えようとしてたんだな。ギクギクバカめ、俺は絶対に望みを変えんぞ。世界征服だ、これ以外は許さん。とにかく世界をこの手に握ってハーレム作って贅沢三昧したいの俺は。悪っ、まいったな。もうブツ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 、ほんとブツブツ言ってんじゃねえよ、さっさとしろ。はいはいはい、わかったよ、やってやるよ。ほんとか、ま、吉報を待ってろって。じゃあな。あ、大丈夫かな。皆の者、ひれ伏すがよい。このお方が全世界の大王となられた山中一郎様である。うん、余がこの地球の支配者山中一郎だ。我こそ全ての世界の法であり秩序である。逆らう者は何人たりとも許さん。よいな愚民ども。さあ、皆で偉大なる山中一郎様を称えるのだ。山中様に栄光あれ。よいぞ、実によい気分だ。なんて言うわけねえだろ、この大バカ野郎。なんでよ、約束通りだろ、全世界の大王。俺以外全部動物にしちゃってどうすんだよ。ハーレム作ったって動物相手じゃ何にもできねえだろうがよ。いいじゃん、変わった趣味で。農業も工業も何もかもみんな止まっちゃった。どうやって暮らすって言うんだこれから。それを考えるのが大王様の仕事だろ。なあみんな。笑い事じゃねえ。ああ、どうしてくれんだよ。どうするも何も、とにかくしょうがねえじゃん。お前の言うこと聞く人間なんか世界中に一人もいなかったんだから。貧乏のねえやつはつらいよな。ま、せいぜい頑張ってくれよ大王様。あ、そうそう、今回の代金は言っての通りあんたの魂だから、いつかもらいに来るよ。よろしくな。二度と来んな、この悪魔め。だから最初からそう言ってんじゃねえか。